プロ野球ヤクルト,クルトは今季5度目の4連敗、巨人に今季3度目の同一カード3連敗を喫し32勝42敗4分けの借金10となった。5位、中日と3.5ゲーム差に広がった。今季ワーストは借金11、先発サイスニードが初回に4失点、2回にも3点を失い2回で8安打7失点で降板。 打線は3回に松本直のタイムリーと適質で上げた6安打3得点に終わった。先発サイスニード31は今季14度目の登板、試合前まで1勝3敗、防御率3.84。前回の6月30日、阪神戦、神宮は6回3失点で勝ち負けつかず、今季の巨人戦は3度目、0勝0敗、防御率0.75。 通算巨人戦は1勝2敗、21年10月6日、神宮が唯一の勝利だった。サイスニードは1回、丸と吉川に連打され無視に、三塁のピンチを招く。ヘルナンデスを見逃し三振、岡本和のサードへの打球は村上が引き走者2人が帰る、記録は安打。なお、一死一塁から大城拓に宇宙間スタンドへ3号ツーランを放り込まれ、0・4となる。 7試合連続で先制点を許し巨人3連戦で初回だけで4、2、4失点の計10失点となった。サンタナは2試合連続でベンチ外、スタメンは西川が1番レフト、丸山はが2番ライト、長岡が3番、村上が3番、オスナが5番、山田6番、岩田が8番センター、捕手には松本直が入った。巨人の先発 菅野に1回1死から丸山はと長岡の連打で1・2塁も村上は2ゴロ、オスナは夕頃に倒れた。サイスニードは2回1死2塁から丸にセンターバックスリーンに7号ツーランを放り込まれる。続く吉川にライトへツーベース、岡本は2もレフトオーバーのタイムリーツーベースを飛ばされ、0・7となる。サイスニードは来日最短2回を8安打で今季ワースト7失点で降板。